おはようございます吉田さん <laughs> まあほんとね構造のこととかね確かにねあのアクセスを集めるのはアフィリエイトでもコンテンツビジネスでも一緒なんですけどもアクセスを集めた後にせっかく集めたアクセスをね業者にあげてしまうのか広告主にあげてしまうのかそれとも自分でずっと使い続けるのかこの差は大きいんですよアフィリエイトをすればするほど自分で集めた人が他社に逃げていくっていう形なんですよね 商品作んなくてもいいからそこは楽なんですけども、でもアクセスを集め続けなくてはならないってことになってきます。アクセス合戦なわけですよで。そうなるとアクセスって資金の多い人が勝つっていうね。まあここにはもうね、抗えないんですよね。で、アフィリエイトの仕組みが、まあ新しい技を作れたとしても、その新しいものはすぐにコピーされてしまって無力化されちゃうんですよね。コンテンツビジネスって基本的に あのリピートになりたしますんでファンの方がずっとねその自分のコンテンツを使ってくださってでどうせ新しいものを買うんだったら以前自分が買った付き合いのある人ってなるんですよ。で同じ水道会社をずっと頼むように同じ床屋さんにずっと行くように同じマッサージにずっと行くように基本的には人って信頼関係作った人からずっと商品を受け取りたいしお金を払いたいんですよね。だからコンテンテツビジネスっていいうううのはそういうふうに なななななっっっててていいいくんじゃないかかとと思いますしてまさにそうなってるかなってことですねで私も今コンテンツビジネス中心ですけども、まあ、たまにねあのアフィリートではないんですけども他の会社のことを紹介することがありますし塾生さんのビジネスを紹介すすることがありますそれは私のアクセスを言ってみればそこに譲り渡すことにはなると思いますけども、まあ、私ができることの一つに自分のアクセス集めたアクセスを皆さんに熟成さんに共有してもらうってこともあると思いますので。 これからもそここしまずにやっていこうと思いますよね、まあ、そうすることによってアクセスを共有された塾生さんはさらにま私に信頼関係をね感じてくださって必要な商品があれば私から買ってくれるんじゃないかなというところであの稼ぎ続けてる人からまたね新しい商品代金も受け取れるし稼いでない人は別の稼ぎ方を求めるためにやっぱこれはこれでリピートがあるかなと思うんですよ。 吉田さんも同じような構造ででね稼いいると思いますで最後にね、思いたいんですけども、誰もやらないですよね、でもね。やればいいことは誰もやらない。で、どこに集まるかっていうと、何もやらないってところに人が集まりますよね。だから何もやらずに稼げますよってものが面白いように売れるんですよね。詐欺師と呼ばれることに耐えられるんだったら、詐欺師としての生き方、ね、某キングオブコインみたいな生き方が <laughs>、 王道かもしんないですよね。私には向かないですけど、いってらっしゃい。